ろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお名前を教えていただけますか。はい、辻田さとみです。大阪から来ました。はい、その先に教えていただけますか。私は個人事業主で、システムの開発をしております。はい、WebX に参加された理由を教えていただけますか。そうですね、まあ、WebX っていうよりも Web3 っていう言葉がもう日本ですごく注目されていて、それに関してまあ、このイベント自体も日本で一番大きいイベントだと思ってますし、私個人的にもとてもその分野はこれからどんどん発展していくところだと思うので、まあ、個人的な情報収集とかあと周りとの情報交換のために、このイベントに参加させていただきました。はい、最後にハイパーレッジャーにどのように関わっているか教えていただけますか。はい、私はハイパーレッジャーファブリックの、ドキュメンテーショングループにおりまして、英語のドキュメントを日本語に翻訳する作業をメインでやっております。まあ、実際にこう開発をするわけではないんですけども、まあ、ドキュメント その整理によってまあ、中でどのようなことがされているかとか、まあ、これからどんなふうにハイパーレッジャーが発展していくかっていうのがとてもよくわかるので、まあ、継続的にそのドキュメントを通して、皆さん その技術の習得の貢献になったらいいなと思って、参加しています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。